日本デント工業は貴金属メッキとイオンプレーティング両方の設備を備えた金属コーティングメーカーです。メッキは金属製品の表面を美しく仕上げることはもとより、防性、耐摩耗性、電気特性など高度な機能と信頼性が求められる加工です。日本デント工業では1956年の創業以来培ってきた独自のノウハウを生かして、自社開発のメッキ液、30ミクロンの厚メッキ、チタンの発色技術など、メッキの用途を広げる様々な技術を提供しています。また試作などを通してお客様と製品を共同開発するケースも多く、注文も一点からの多品種少量生産に対応しています。まず貴金属メッキの技術をご覧いただきます。電気メッキは金属を溶かしたメッキ液に電気を流して製品に被膜をつける方法です。日本デント工業では自社開発のメッキ液を多種類取り揃えて、発色が良く耐久性の高い金属コーティングを実現しています。メッキ液は金、白金属などを合わせると約30種類あり、目的ごとの対応をとっています。これらは全て自社開発液によるもので、ピンクゴールドなど変色しやすい色調の製品も金と銅の独自の合金比率により圧倒的な品質を有しています。メッキの仕上がりは前処理によって決まります。水洗、脱脂、酸化成といった工程を何度も繰り返して、製品の表面についたサビや汚れを完全に取り除いてから、いよいよメッキを行います。メッキの厚みは電流と時間で決まります。これは厚さ30ミクロンの銀メッキです。高級感のある輝きと美しさを演出しています。一般的な厚さ2から3ミクロンのメッキに比べて、ムラなく施すことが難しく、メッキを厚くすると脆くなってしまうものですが、自社開発のメッキ液により優れた品質を実現しています。厚メッキの技術は装飾品だけではなく、電子部品や医療器具など耐久性と精巧さが要求される分野で活かされています。この医療用カテーテルも金の持つ転性と X 線不透過性を生かし、微細な加工技術によりステンレス線の先端に数十ミクロンの金メッキがコーティングされています。次にイオンプレーティングの技術をご覧いただきます。このシステムは高真空下で窒素ガスなどを用いてイオン衝撃によりチタンをコーティングさせるもので、ピンホールのない摩耗しにくい硬い被膜が得られます。日本デント工業では色の種類が限られていたチタンに様々な発色をさせる陽極酸化技術を開発し、特許を取得しています。軽量でアレルギーもなく超硬質の被膜ができるチタンは、医療器具の分野で注目を集めています。検査工程では顕微鏡や非破壊検査装置などで、それぞれの製品に最適な品質管理が行われます。美しく丈夫で人に優しいメッキの未来を見つめて、日本デント工業はこれからも
金属コーティングの新しい可能性を切り開いていきます。